だってこんな自分家から出てすぐ敵おるの自分家から出てそうだよね、本当だよ、安全だと思ってさ、ね、一旦ゴール決めていいっすか。いいよ、とりあえず進化しないとやばいか。あ、白龍いるね。痛い痛い痛い、まだ白龍いた、やられちゃった。いやこっちやべ、めっちゃいる。うわやべ、なんだよ、うわやばっ。うわー、ガブリオス、あーがやられたね。いやそうなんだよね、すごいなこの連携の。あーもうダメだあーもうダメだ、隊長すぐやられちゃう、すぐやられちゃう。ごきげんよう。ごきげんよう。さあ始まりましたジャニーズゲーミングルーム、今回はこのメンバーでお送りします。さあお願いします。お願いします。さあ今回はですね、私が MC としてやらせてもらおうかなと思っております。大ちゃんがいるのに申し訳ないなと。ということはあれですね、ポケモンですね。ゲームチャンネルの通知来るたびに宮崎がポケモンやってる収録日からつい最近配信されてましたもん、一人で。そうなんですよ、ポケモン、そう、それやります今日。ポケモンユナイトでございます。なるほど、はい。なのでね、これ僕もね、まだね、4ヶ月ぐらいなのよ、がっつりやってから。あ、そうなのね。そうそうそう、だから今回も自分のアカウント使って、うん、あのみんなとやれたらいいなと思っております。なんかソロのね、配信もしだもんね。そう、どうだった、ダイジェストとか見なくてめちゃくちゃ情緒不安定どんなかっこいいとこ見せれないよポケモン楽しみもうアップロードが激しいなって。そうだね、でもさ、ゲームってそういうのあるじゃないか。まあまあまあ、そうですよね、イライラしたり嬉しくなったりっていう、はいはい、あれがね、やっぱ病みつきになるよね。でもとにかく楽しそうでしたね。楽しそうでした、そう、よかった。やってみたいと思った。ポケモンユナイト今日やるんだけど、はい、経験者いますか。いや、ちょっと初めましてよ。よし、よし、じゃあチュートリアルやりましょう。やりましょう。チュートリアルやろう。お決まりの。まあね、簡単にゲームの説明するとですね、はい、5対5で競うチーム戦略バトルゲームで、はい、チームなんだ、はい、チームだ。そう、制限時間内に野生のポケモンを倒したり、相手のポケモンを倒したりして、あのゴールをたくさん決めて、スコアが高い方が勝ちっていうね、5対5でやるゲームでございます。はい、しました。うん、そうで、チームでこう連携を取りながら、はい、みんなで攻めてもいいし、こうバラバラに行ってもいいし、ちょっと誰か守ってる人がいたり。じゃあもうここからこの5人はチームプレーってことなんですね。もうそういうことです。チームワーク大事なんだ。そういうことなんですよ。だからやっぱね、かな、 なんで誰が心配。いやこいつお互いもう絶対大丈夫だ。協調性ないもんね。いやいやいや、急にライブ年明けてライブ始まったらパーマかけてくる協調性しか出ない。確かに、なんかさっきもさ、おにぎり食べ過ぎだよって怒られてたよ。本当に何個食べたんだっけ。3個だよ。今日の3本お前ノーギャラな。お前さ、マジ、おにぎり、俺この関係性見てたら分からなくなんねんけど、年の差どれぐらい。ああ、こうちゃんが2個上ですジュリノが先輩なんですよ。あ、そうね、そうね、順番だからね。同じグループだったらあんま関係なかったですしね。じゃあみんなチュートリアルやってみようか。オッケーオッケー。じゃあ、うん、ピカチュウ、あ、ピカチュウでチュートリアルなのね、うん、あ、ちょっとスポーツっぽい感じか、ゴールですね。あ、そうそう、まずは練習場の中に、あ、なるほど、こうやって自分でポケモン操作するのね、うん、はい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 。こういうゲームシステムって結構海外とかだと流行ってたりするんだよね。そうなんだ。そう、日本とかだとまだそんなにメジャーにはなってないんだけど。あ、エイパーも動いた。エイパーも発見した。あ、なるほど、遠隔攻撃もできると。ちゃんと戦ってね、オッケー。あ、エイパーも倒した。ど、あ、なんかあれ、なんかシュートしろみたいになってたよ。連打して倒せばいいのね。そうそう、連打して攻撃して初ゴールを決めよう。え、ユナイトボール長押しです。大ちゃん、長押し。もうちょい中入って。ユナイトボールに集めて。左から。何これ、何だろう。ユナイトボールに集めて。あー、バラバラだ。ダンクした、ダンク。大変な、バラバラ。ピカチュウがダンクしたぞ。おいおい、バラバラだぞ。こんなクロストークってあるんすか。大丈夫か、これ。みんなチームなんだぞ。みんなバラバラなこと喋ってるけど。うわ、こいつなんだっけ、この。ピカチュウですか、これ。プービッキー。あ、強い。いけた、大ちゃん。はい、エレキボール使いました。ボルテッカー使ってごらん、強い。なるほど、かっこいい。じゃあ次の。え、ちょっと待ってください。エレキボール、ボルテッカーが来た。うん。よし、ボルテッカーだ。ボルテッカー強い。ボルテッカー強いぞ。なるほど。で、一度使った技は、大ちゃんがボルテッカー強いぞってみんなに言ってんだからさ、無視すんのやめてよ。仕方ないよ。チュートリアル中だからね。みんなね。チュートリアル中に話しかけてくるアリオブが悪いし。これ楽しいな、結構。いけいけ。あれ、ユナイト技っていうのがあるんですね。そうなんですよ。レベルが上がるとユナイト技っていうのが使えて、カメールが来たぞ。ゼニガメじゃなくてカメールが来た。お、一番真ん中。
でもね、これやっぱタイプ関係ある？あんまりないかな。そうなんだ、うん、水タイプだから電気タイプがいいとか、そういうわけでもない。そんなにあんまなかないと思う。うわ、強い。みんなカメールと戦ってる。タップして協力ね。カメールまで行った、みんな。カメールまで行かないです、僕。行ってないです。俺カメールしてな。どうやってカメールまで行くの？お前、ゴールして。ゴール決めた？ゴール決めたよ。あ、先に進むの？カメール。あ、そうか。ゴール。お、大ちゃん、チュートリアル終わった。はい。わかりました？終わりました。え？楽しいっす。結構シンプルでしょ？うん、なんかわかりやすいね、意外とね、うん、そうそう、ルールはシンプルなんだけど、でもこれをそのあいた5対5でやるっていうのがまだちょっとイメージがわかないな。あ、なるほど。次の段階ですね。チュートリアルとりあえず終わりましたよ。あ、さすが。あ、リザードン来た。チームバトルの練習か。リザードンゲット。あ、これで5対5だ、うん、あ、5対5のチュートリアルもできるのね。そう、みんなの好きなポケモンがいるといいね。おー、いいねいいね。5対5のユナイトバトルやってみる。はい、お願いします。君のポケモンはリザードンだ。イエーイリザードン、イエーイ待ちましょうっていう言葉聞いてた。めっちゃトリアルクリアして、その後で待ってれば大丈夫。はい、あ、そう、そう、進んで大丈夫。なるほどね、ここってことね。あ、リザードン喜んで、喜んでリザードンや。イエーイ何ジュリが喜ぶんだ。ジュリが喜んじゃうから。え、みんなポケモンは何世代？僕はもう赤から。赤緑世代、うん、僕ルビサファってた。僕金銀っす。金銀、ルビサファ。ルビサファ。流星は？僕も赤やった気がします。赤、そうか。そうなんだよね、これ結構さ、そうっすね、若い子と話してるとやっぱ全然違うんだよね。そうなんだよね。僕金銀から戻りましたもん。ピカチュウ版戻って、あ、一回やってみようかと、ね、そっちで。あ、はい、そういうこともあるんだね。えらいな、もう何が偉い。終わりました、すいませんから、はい、っていう人もいるしね。そうですね。とかね、そうですね。全然アイパー世代。お、みんな終わった？終わりました。うわ、リザードンだ、イエーイ。頑張ってるな。おにぎり3つ食べたから。エネルギーがいっぱいあるんだ。エネルギーいっぱい溜まってる。さあ、いいですか、じゃあ、進んで。お、大ちゃん進めてくれたの？えらいな。ここにもあるんだ、そういう関係。ステージのルート、上下2つに分かれてる。そう。ガガチームのゴールエリアと、相手チームのゴールエリア。ああ、なるほど。はいはい。真ん中から進むっていうのも。戦略としては戦で、ね、真ん中の方が野生のポケモンが多いから序盤にレベルを上げやすいの。なるほど、はいはいはい、だって俺ら人影になってるもん。そう、あれレベル上げながら行くんだね。あ、そういうことね。カビゴンとかピカチュウは進化しないポケモンなのね。はい、あ、はいはいはい、はい、で人影はリザードンになるから、そう、進化するポケモンはこう割と真ん中行ったりとかして、なるほど、序盤に進化したりするのが、まあ一般的な戦略ではある。お右の、これは、あ、そう、来た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 、青の HP ゲージじゃないやつはみんな倒せる。あ、なるほどね。青の HP ゲージが仲間でございます。これが敵かい？あ、この敵なんだ。そう、敵で、その敵の上に数字が書いてあるじゃん、うん、2とか5とか、5とか、はい、書いてありますね。これがエナジーですね。そう、それが数を受けてくる。あ、なるほどね。あ、進化するんだ。大ちゃん進化した。すげえすげえ。偉いぞ。認められた、トレーナーとして。あ、そういうことね。え、俺も進化した。シャー、こっち褒めてあげて。頑張ったね。サウナ丸の中入る。進化した。リザード。お、コーチ君、褒めてあげて。え、すごいですね。力抜けた。力抜けたね。コーチ君の褒め方抜けるな、力。よし、じゃあちょっとやってみようか、みんなで。やりましょう。あ、入りました。きたきた。で、みんなこれじゃあゲンガ選んで、ポケモン選んだ。ハッサム、まあリザードンですね。出て、出てかな、これ。え、ハッサムよく切れるの。で、これでルート設定ってやつがあって、うん、右側に、はい、これで自分のおすすめのところだったり、おすすめ出てるね、好きなところで、誰か真ん中行った方がいいから、不思議花かリザードンか。俺リザードン真ん中行きます。俺もじゃあ真ん中行くよ。いや、おすすめになってるから、一人だけの方がいいかもしれない。あ、オッケー。あ、じゃあ大ちゃん行こうか、真ん中。はい、じゃあ俺下ルート行こうかな。じゃあ俺上行く。じゃあ俺とジュリーで、俺おすすめの中央行きます。いや、待って、じゃあ真ん中一人になって。あ、そういうこと。じゃあ、まあまあでも、じゃあ俺上ルート行きますね。はい、一体それでやってみよう。オッケー。え、不思議花が誰だっけ。俺。あ、リンセスさん。オッケー。リュウセ君はひたすら敵を投げ倒していってくれるか。そうね。オッケー、任して。よっしゃー、俺ハッサム。オッケーオッケーオッケー。相手強そうだな、おい、ね、ハッサムはね、バランス型でした。バランスか。はい、誰が真ん中来るんだろうな。誰真ん中来ると思う、相手チーム。海竜、海竜、海竜来ると思う。海竜かな。
エースバーンってなんか強そうだな。エースバーン強いよ。月光がもいるじゃん。まあでも結局俺が一番強いんだろうけど。こんな優しい顔してカイリー強いよ。めっちゃエイフィー可愛い。でしょ。着物着てんだ。お前もありがとう。何なんだよ。やめてもらっていい横で。マンムーが気になるな。なんかこの中にいるマンムーが。マンムーも体力多いから。うわ、あそういうケースね。なるほど。あそっか、ゴースから始まるのか。そうそうそう。だから、あそっか、俺もストライクから始まるんだ。あそっか。いやじゃあ真ん中行くぜ。ジュリこいつ真ん中、ラスト一撃与えちゃって。真ん中どうやっていくの。ガンガン進化していった方がいい。あ、力か。真ん中いいね、いいね。もうちょいで進化できるんじゃない。あ、来た敵。いいね。なんかゴール決められてるよ。ゴール。え、待って、めっちゃルカリオ強い。やばい、ちょっとルセク助けて。ルセク、ルカリオ早いんだよね。ルカリオやばい、強い。お、ルカリオやばい。あ、姿消した。あ、姿消された。姿消された。うわ、ん、え、すげえ、草むら入れるんですね。やばい、俺回復しに行っていいですか。もちろん。やべ、回復しに行った。やばいやばい、俺一回回復します。紫自分のところで、ね、回復しよう。え、ルーシー君体力マックスじゃないですか。うん、大丈夫今のところ。なんか身か、身も身も。あ、身で回復できた。え、何身って。なんか身が落ちてる。 あとね、言っとく、言うの忘れてたんだけどさ、はい、草むらの中入ると隠れられる。じゃあ早く行ってよそれ。ごめんなさい。そうそう、もうチュートリアルないことできないから。習ってないもんな。習ってないっすよ。ジュリこのマンム倒そう。オッケー、そうです。あ、ダメだ。電光ですか。やばい、めっちゃルカリオ強い。やば、ルカリオやばいっすよ。え、一瞬でやられてんけど。やばい、え、やられた。え、これどう。痛い痛い痛い。待って、スタートに戻っちゃって、くそ。やばい、まずい。進化したいな。倒しました。進化したい。一旦ゴール決めていいっすか。いいよ。とりあえず進化しないとやばいか。あ、白龍いるね。痛い痛い痛い。まだ白龍。痛い、やられちゃった。ルカリオまだいるよ、こいつ強いんだよ。電光石火、そろそろ進化するんじゃないか。あ、ジュリもう少しで進化できるから。え、ちょっと待ってください。ルカリオが強すぎて先に進めません。やばい、ルカリオやばいやばい。あ、夢食い眠らせることできるんだ。そうそうそう、眠らせてもう一回攻撃みたいな。ジュリ、ルカリオやばいんすけど。ルカリオが本当にやばい。そう、ルカリオ強いよね。ジュリ、あの一回戻って野生のポケモン倒せば多分すぐ進化できるから。オッケーオッケーオッケー。俺その間守っとくわ。あざす。え、待って、ヤバグリューだ。そっか、一回野生のポケモン。うわ、強えな。そう、確かに強いわ、白龍。待って、ルカリオに3回もやられちゃってる僕。いや、多分進化しないときつい。そうだね。進化しました。ゴースがいる、ゴースがいる。オッケー、ナイス。あ、ゴースかわいい。もうそのゴースかわいいとかやめて。よし、白龍倒した。ナイス。ナイス。ちょっとルカリオ勝たれへんわ、このままやったら。あ、いいね、いいね、いいね、ジュリー、いいね。いや、本当にルカリオがやばい。多分ね、進化してから行った方がいいんじゃないですか。よし、確かに。知らんけど。そう、知らんけど。ジュリー、ジュリーもさ、知らんけど、ずるいっすよ、マジで。マジで。あ、ルカリオ来た。やばい、ルカリオ来てるって。あ、なんかいた。なんか野生のポケモン。え、みんなユナイト技とかちゃんと使ってる。まだ使えないよ。あ、やばい、 KO されちゃった。やばい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 。いや、俺めっちゃ KO されてますよ。いや、相手強いね。強いっすね。で、下海竜になってる相手。下も海竜とエースバーンいるから。こいつマジで俺たちより早いね。いやー、くそ、ゴールが。うわ、ルカリオが。海竜と交戦中です。ルカリオが強い。強い、海竜。え、待って、ほんとに激…ルカリオ強い。ザリガニ。よし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 。あ、ルカリオ来ちゃった。ねえ、ルカリオ来ない。リザードになった、リザードになった俺。ナイス。マンムーがだるい。お、そっか、とりあえずゲームになろう。リザードになってる。なりました。いや、ほんとにヘイガニを倒してる。よしよしよし、ナイス。いや、だから上無理や。え、上無理ですよ、宮田君。ちょ、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 もうちょいしたら行くわ。これゴールしたら、あの、ルカリオが強すぎる。俺も40持ってるんでゴールしちゃいます。オッケー、ナイス。ルカリオに完全に守られてる。もう見つかったら終わりやんな。見つかったら終わりです、これかなりの、かなりの大差で負けております。やばい、やばいじゃん。おい、なんかいっぱいいっぱいの月光川。あ、大量にやられちゃった。あ、そう、月光川ね、分身するからね。まあ、またルカリオにやられたから。上の方行くか。え、あ、待って、2連覇。海竜倒した、イエーイ。ナイス。これ、え、どっちに行ったらいい。ゲンガ、下攻めた方がいい。いや、上来てください。上行く。オッケーオッケー。これ、上倒せないっす。月光がいたら
ゲンガーかわいい。こいつ倒す、こいつ倒す。え、てか、なんでみんな死んだ。よし、ルカニオス倒したぞ。オッケー倒す。いけ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 。やばい、囲まれてる。みんなで敵の方に行こう。敵の陣地壊そう。はい。マジで強いな。ゴールゴールゴール決めた。ゴール決めた。壊したー。オッケー。あ、ヘイガニいた。ヘイガニ、俺んとこめちゃくちゃいる。3人いる。よし、戻って、こっちも守んないと。ちょっと待って、これ。ゴール壊された。あら、遅い。来たっすね。すごい遅いよ。オッケー、相手倒したか。これめっちゃ楽しいんですけど、マジで大変っすね、これ。いや、忙しいね。忙しい。1試合10分だからさ、はい、ちょっとした空き時間でもできるっていうのがね。やばい、月光が来た。うわ、もう何回月光がとルカリオに倒されてんだろう、俺。よし、大ちゃん、ゴールチャンスだね。オッケー。こんなもできないけど。え、ゴール持ってない？凍った。凍った。凍った。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。ああ、もうナイスゴールされまくってるね。やばい。どうなんでいけんの？なんで相手が来るの？やばい。本当にやられまくってる。全部取られちゃってるんですか、陣地。もしかしたら。まあ、ちょっと初めてだからね。1回目ですから。うん、ランクマッチとかじゃないし、こういうゲームですっていう。そうですね。だってストライクがハッサムになってない。なってないんですよ。え、ちょっと俺分からやったことないから使ったことないから分からない。全然進化しない。条件があるのかな。確かにご飯いっぱい、おにぎり4つ目かな。マジ。コーチ君がね、これでもいいかもしれない。物理的な話、コーチ君が食べなきゃいけない。俺進化しなかったっすね。うわ、難しいけどめちゃくちゃ楽しい。これ、いや、勝ちたいな。面白いよね。勝ちたいっす。これなんだろう、悔しい。何がダメ。あの、自分が何がだ、ね、そうだよね。やば、何が何の差だ。惜しい。何の差なんでしょうか。ちょっと待ってください、俺ゼロなんですけど。連携が取れてるのと、相手は、うん、で、多分マンムーがいたから、うん、マンムー、この下から2番目のケコーガの上のやつ、はいはい、こいつがいると、あの、体力あるから、そいつにいっぱい攻撃しないと、こっちが。なるほどね。でその隙に時間稼がれちゃうんですね。そう、ルカリオとかがガンガン来るっていうのもあるから。あれ、宮田君、俺ゼロなんですけど、これゼロって何なんですか。あ、これゴール入れた数。え、俺一回入れましたよ。あ、でもこれゼロなんですよね。俺74決めてますよ。うん、すごいね。すごい、すごい。なるほど、分かった分かった。俺ね、多分これ才能ありますわ。なるほど。俺マジでこのゲーム全部分かりました。分かった、はい、理解した。いや、でもジュリは、ジュリ上手かった、一緒にやってたけど。これちょっとね、あれ、こう今レベル書いてあるじゃん、はい、右下に。俺戻っちゃった。ちょっと、あの、コーチ君だけレベル11で終わってるから、これは良くないね。これいい試合の時はどんぐらいまで行くべきやの。右見るとさ、マックス15なのよ。本当だ、うん、15目指して、なんかガンガン野生のポケモン倒した方がいいかも。あ、だからコーチも野生のポケモンどんどん、だからコーチも野生のポケモンどんどんやった方がいい、うん、野生のポケモン、ね、野生のポケモンバグったんかお前。いや、でもハッサムだいぶ慣れてきた。いや、まあリザードンだな、俺は。もうゲンガだな。あ、レッドどうします。俺来年の誕生日、やっぱ真ん中の今年の誕生日リザードン欲しいな。どこにします。俺ジュリ下行こうか。さっきよかったよね。ああ、お前と俺はやっぱさ、一心同体じゃん。ちょっと、まあ、マジでカットして。ちょっとみんな、みやちゃん話聞いて。はい、大ちゃん真ん中で、はい、あの、もうサクサクレベル上げてもらって。まだそうっすね。で、上と下のフォローしてもらって、うん、オッケーオッケーオッケー。で、流星もガンガンレベル上げた方がいいかもしれない。了解。さっき、あの、コーチもそう、レベル上げてもらったら、選ぶ技はめっちゃ良かったから。そう、はいはいはい、あれでいこう。次俺レベル上げる。オッケーオッケー。頭からレベル上げまくって、あんま敵と出くわさん方がいいってことですよね。そうだね。あれ、俺もちょっと進化したら一瞬動き止めれる技を覚えられるから、うん、それで結構止めたりしてサポートするようにする。まあまあまあ、敵も悪くないじゃん、うん、のラインナップ。いいんじゃない。ちょっと宮田君についていくか俺。確かに一日中これやってたよ、ね、これ寝る前にやるとマジで寝れなくなる。確かに、あと10分が続きますもんね。そうそう、ちょっと俺1ヶ月休み取ろうかな。ユナイトこれやっていいよ。オーケー、よし、リュウセン、こいつ攻撃して、もうガンガン倒してっちゃって。オッケー、オッケー。とにかく最初はレベル上げよう。だってここに体力残り少しのやつ置いといてる。オッケー、どこに。この進んでった方向。あ、オッケーオッケー、ありがとう。よっしゃ、一発。よし、だって俺の方にもまた一人いる。体力少し。あ、敵来た敵来た。
あ、捕まるがいる、ね、こっちガブリアス現れるぞ。大丈夫、ピカチュウ来てるわ。ね、一回来てるね。ミニリュウもいてるね。あれ2つレベル上げる、うんうんうん、あ、一回説明読むとかもありかもね。そう、あー、やられちた、入れられちた。初ゴール入れられちゃってるよ。ナルトスやられた。あー、もうあっちもうすでにゴーストになってるよ。俺もなぜか大丈夫。あ、ほんと？やばい、眠らされた。あー、もう最後の、いや、やばい、上3体いる敵。マジっすか。逆に言うと下は今攻め時っちゃ攻め時ってことか。そうだね。いや、下に来てるわ、ピカチュウと。うわー、ピカチュウに止められた。ちょっと俺も下2人、下2人一回進化します。ナクセやれたか。きた、バレットパンチ。みんなめちゃ まとまってんな、相手な。うわぁ、やせ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 。ちょっと上俺1人行ってます。なんか全然やばいやばいやばい、ハクリューが来てる、ハクリューが来てる。オッケー、ダディの方ね。やばい、やられる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 、やられた。くっそ、足りないな。誰その先いる。オッケー、あれ戻ってるわ、あいつ。よし、これで進化した。レベル5倒す。ダディ、俺レベル上げ行ってもいい？いいよ、行ってて。いや、こっちやべ、めっちゃいる。うわ、やべ、なんだよ、うわやば。白龍とゴーストのこっちやばいっす、下。またまた。一回俺のレベル上げで。やばー。あ、俺ね。泣きそう。やばいやばい、強い強い。強い、下やばいよね。一瞬報いる。よし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 。やば、強い。やばいやばい、ハックリン来てる。攻撃して、相手チェーンが入るんだったよ。え、相手、うん、相手海竜、相手海竜。これはまずい。なんかすごいな、海竜。え、ジュリはリザードまでいけてる？まだす、まだす、まだか。うわ、下来た、これ海竜とゲンガーにもなってる。ゲンガーが2人同時に来てるわ、下。相手がゴール1個壊されちゃってるね。ピカチュウ守りやー、つらエレキネットとかで動き封じられるとね、きついっすね。やばい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 。もう相手のゲンガーレベル11だ。高っ、これ無理だ。なんでそんな。え、誰かダンク決めました？まだまだちょっとだけやったけど、ノーダンク。やばいよ。さあ、ガイルか。やばい、ガバイト来た。もうガブリアスになってる。やばい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 。マジでね、なんで俺なの。俺である必要はなくない、それは。野生のポケモンがいないよ。かなり苦しい戦いだ。普通のポケモンもいないし。来た、映画に。確かにこれコンピューターといっぱいやって強くなっていった方がいいんすね。うわー、ガブリアス。あー、がやられたね。ガブリアス強っ。ガブリアス強いっすね。やばいやばいやばい、エグ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 。やばい、ガブリアス、エグエグガブリアス。ちょっと待って、エグ、ま、エグ、ガブリアスから逃げてんのになんか引き戻されるんだけど。ボロ負けやね。宮坂の笑顔飲んでればやばいね。ね、いやもう、おー、やばいよ、泣いちゃいそう。よし、頑張るぞ。スーパーじゃん。ボコボコだよ。みんなどうする、上か下か一気に攻めるか。そうしよう。いいっすよ。どっちがいい。上で、上行こう。上行きましょう。復活したら行く。そうですね。野生のポケモン倒してボール取りつつ、あ、やばいやばい、後ろから来た。あ、いる、いるんか、これか。ダーンク、みんなで上行こう。全員で、まあ、やばいやばい。あ、後ろ、あ、なんかいるぞ、なんかいる、なんかいる。あ、仲間だ、仲間か。よし、みんなでゴールだ。あと、あと6個。ナイス、イエーイ、どうした。まだボール持ってる人いる？はい、20個持ってます。 OK、イエーイ、いいよ。ナイス、みんな来たよ。あ、
くそ、上2人来た。ガブリアスとカイリュウが、やばい、ガブリアス来ちゃった。やばい、やめて、やめて。ピカチュウもいる。あー、サーナイト来た。ねえ、やめて。うわもう、はぁ、お手上げ。いや手上げるな。お前、手上げたらそこで試合終了だと思って知らないのか。いや、諦めたるで。あー、やられちゃった。ちょっとごめんなさい、みんな、おい、無理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 。俺、下行っちゃう、ごめん。えぐいて、全然ダメだ、ダメだー、ダメだー。でも足もねね、3人に一気にやられ、連携取ってんのか、しっかり。いや、そうなんだよね。すごいな、この連携の。あー、もうダメだ。あー、もうダメだ。隊長、すぐやられちゃう、すぐやられちゃう。目の前にいんだもん、みんな。やっぱこれ、敵が。もう無理や、リザードンが全て打ち壊す。違う、なんかバリア張ってるし。そう、フリーザー倒すとそれになるんですよ。だってこんな、自分家から出てすぐ敵を撃自分家から出て。そうだよね、本当だよ。安全だと思ってさ、家出るといるんだもん、みんな。いるんだもん。よし、サーナイト倒した。ナイス。相手の陣地みたいな感じでおる。やばい、もうやばい、ガブリアスが下に来ちゃった。エンガーが強い。あ、やられちゃった。もう試合終了まで止まってるわ、これ。せめてもの反抗。ちょっと待って、あー無理だ。おおお、いいね、不思議バラ。どうだ、おいおい、どうだ、結果は。どうだ、どうだ、いや、おっちゃん、来い来い来い、あるよ、ねえな。いやー、おっしゃ、え、これ負けた、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 惜しい。ダメか、全然ゴール入れられなかった。俺も20しか入れてないんですよ。全然入れてない。お前73入れてるよ。俺ちゃっかり入れてます。ちゃっかり入れてる。相手が悪かったな、これは。強かった、それマジで。強かった。強い。経験者ですね。いやそうか。まあ、でも僕らはチュートリアル上がりですから、まだ。そう、まあね。まだ何が。ポケモンユナイト、マジで面白い、面白い、面白いよね、面白い、面白いよね。俺これマジでこの後2本目行く前にちょっと1回インストールする。いや俺もいや熱中したね、これは。ちょっと俺 iPad の大きい画面でやりたいですね、ちょっと。なるほどね。やばい、みんなこうやってさ熱持ってくれたのめっちゃ嬉しいわ。ポケモンはどのシリーズも面白い、面白いですね。あとやっぱマッチングでの勝ちの喜びを知りたいね。そうですね、いやもう味合わせたいだったんだけどさ、またやろう、やりましょう、またやろう、これその時までマジでやったもん。え、もう本当お願いね。で、俺自分のアカウントでやります、俺も。俺もそうしよう。いいね、これを続けていくゲームが一つ増えたということで、2023年はこれ極めていこう。よし、はい、この動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お楽しみに。バイバーイ。